中南川駅は、富山県南川市電中心町にある、富山地方鉄道本線の駅である。駅番号は、T17。1950年4月20日竣工当時の中、南川駅旧駅舎は隣接する JA アルプスのビルと一体化しており、1階部分は、いわゆる商業施設を備えた駅ビル形態であった。1986年時点では、スーパーや書店、美容院、 雑貨店、飲食店、クリーニング店など多数のトナントンが出店していた。また、当時出店していたクレープ店は1985年に駅構内に移転した後は駅ビルで最後まで営業を続けていたが、駅舎に隣接する QJ アルプスなめ川農協会館の解体に伴い2012年に上小泉に移転した。その後、2015年11月に店主が夫を。 看病するために休業。2016年12月26日に店主が他界したことに伴い、そのまま閉店した。2019年度の1日平均乗降人員は793人であった。近年の乗降人員推移は以下の通りである。すぐ西側を愛の風と山鉄道線が並行、通過する。官報第491号。 大正三年三月二十日、内閣印刷局 ABCDEFG 富山、地方鉄道株式会社編、富山地方鉄道五十年九百八十三年三月、富山地方鉄道官報では三月十九日、地方鉄道停車条命解消、官九百二十一年三月三十日、ABCD 今尾啓介監修、日本鉄道旅行地図帳全線、全駅、 全敗戦6号、2008年10月、新庁舎、富山地方鉄道50年市538ページ。ただし904ページでは、7月1日完成と記載されている。富山地方鉄道編、富山地方鉄道70年市この20年の歩み、2000年、富山地方鉄道中の目川駅の工事について。 山地鉄の鉄道アテンダント日誌7月26日閲覧、中波川駅、本年度中立海目川市2013年6月14日、北日本新聞7月26日閲覧、新駅車式典、中波川駅と山地鉄の鉄道アテンダント日誌7月26日閲覧、西本厚紙編、生駒ま27号と山地方鉄道、1994年3月、 大阪産業大学分科会鉄道研究部、中南川駅と山地方鉄道株式会社と山、地方鉄道7月26日閲覧ホタルイカの町にある、中南川駅と山地鉄の鉄道アテンダント日誌7月26日閲覧、前輪の住宅地図なめ川市20ページ。北日本新聞2017年2月10日付19面、人気店を閉まる閉店なめ川、サンマリー。 クレープのおばちゃん休止より、AB と経年間と山県バス路線バス、時刻表の検索と山地方鉄道7月20日閲覧、なめ川市、コミュニティバス時刻表なめ川市7月20日閲覧、ありがとうございます。